アレクサンドル・サベ・ペチョン、または、ペチョンは、ハイチの軍人。南部の、ハイチ共和国の大統領。アンヌ・アレクサンドル・サベは、フランス植民地サンドマのポルトー・プランスで、フランス人のパスカル・サベを、父、黒人女性のウルスラを母として生まれた。1788年に、パリの士官学校で学ぶために、フランスに渡った。ペチョンというあだ名は、黒人ともの会を作った。 ジェローム・ペティオンド・ビルヌーブにちなんで名付けられた。イギリスとスペインのサンドマ侵攻に伴い帰還し、ムラートとして、アンドレ・リゴー、ジャンピエール・ボワイエラと結び、1799年6月、いわゆるナイフ戦争で、トゥーザン・ルベルチュールに対抗し、敗れた。ムラート軍は12月に勢力を回復し、南部のジャクメルを抑えた。守備隊の司令官には、ペチョンが当たった。 1800年3月ジャクメルは陥落した。ペチョンとムラートの指導者はフランスに亡命した。ペチョンは、リゴーラと共に1802年、シャルルル・クレール率いる12000人の正教なフランス遠征軍とサンドマに戻った。トゥーサンへの反逆者としての処分の後、ペチョンは、アルカエでの秘密の会議に参加し1802年10月に、独立軍に加わり、かつて、 ジャックメルを落としたジャンジャック・デサリーヌを支援した。首都は1803年10月17日に確保され、1804年1月1日に独立が宣言された。デサリーヌは終身総督となり、1804年10月6日の皇帝の座に就いた。1806年10月17日のデサリーヌの暗殺後、ペチョンは共和制の擁護者として、 アンリ・クリストフと衝突した。クリストフは大統領に選出されたが、うまくいかなかった。国は南北に分かれ、黒人とムラートの緊張が高まった。北部はハイチ国となり、クリストフが大いに着くとハイチ王国となった。ペチョンは南部のハイチ共和国の大統領に自ら就任し、当初は民主主義を支持したが、 議会の制約を嫌って1818 18年に議会を停止した。1816年ペションは終身大統領となった。ペションは商業的なプランテーションを積極的に収容し、支持者と農民に土地を分配した。そしてパパボン、経営親切なパパというあだ名を得た。土地分配は国の経済に重大な打撃となり、大部分の人々は、 自給農業以上のことを行わなかった。ペチョンはポルトープランスにペチョン高校を開校し、1815年にはシモンボリバルを非ごし物質的な支援を与えた。1818 18年にペチョンが大熱病で亡くなるとボワイエが後を継いだ。2004年より500グールド紙幣にペチョンの肖像が使用されている。ありがとうございます。